ガールズ&パンツァー戦車道極めます。パンツァー4ストーリーモード試合やります。私西住美穂、ここ大洗女子学園に転校してきた高校2年生です。へい彼女、一緒にお昼どう？あ、私どうですか？へへ、ナンパしちゃった。ほら沙織さん、西住さん驚いていらっしゃるじゃないですか。あ、ごめんね、自己紹介まだだったね。私は武部沙織さん、6月22日生まれ。いすず花さん、12月16日生まれ。おお、誕生日まで覚えててくれたんだ。うん、名簿見てクラスの全員いつ友達になっても大丈夫なように。やっぱ西住さんって面白いよね。そうだ、名前で呼んでいい？すごい、友達みたい。はい、ちょっとお邪魔するよ。え？生徒会長、それに副会長と広報の人だよ。少々話がある。一周選択科目なんだけどさ、戦車道を取ってね、よろしく。え？あの、この学校は戦車道の授業はなかったはずじゃ。今年から復活することになった。私この学校は戦車道がないと思ってわざわざ転校してきたんですけど。いやー、運命だね。一周選択科目って自由に選べるんじゃ。とにかくよろしく。お、帰ってきた。美穂大丈夫？なんかすごく顔色が悪いけど。話とは何だったのですか？今年度から戦車道が復活するって。戦車道とは乙女がたしなむ伝統的な武芸の？それと美穂に何の関係があるの？私に戦車道を選択するようにって。実は私の家は代々戦車乗りの家系で、でもあまりいい思い出がなくて。あ、私戦車を避けてこの学校へ来たわけで。そうだったんですか。そっか、じゃあ無理にやらなくていいじゃん。第一、今時戦車道なんてさ、女子高生がやることじゃないよ。生徒会にお断りになるなら私たちも付き添いますから。ありがとう。全校生徒に告ぐ。体育館に集合せよ。体育館に集合せよ。静かに。これから必修選択科目のオリエンテーションを開始する。実は数年後に戦車道の世界大会が日本で開催されることになった。そのため文科省から全国の高校大学に戦車道に力を入れるよう要請があったのだ。で、うちの学校も選択するといろいろ得点を与えちゃおうと思うんだ。副会長、成績優秀者には食堂の食券100枚、遅刻見逃し200日、さらに通常授業の3倍の単位を与えます。ということでよろしく。私やる。最近の男子は強くて頼れる女の子が好きなんだって。それに戦車道をやればモテモテなんでしょ。美穂もやろうよ、家元でしょ。私はやっぱり。そうですよね、私西住さんの気持ちよくわかります。うちも華道の家元なので。そうだったんだ。でも戦車道って素晴らしいじゃありませんか。私実はずっと
華道よりアクティブなことがやりたかったんです。私も戦車道やります。西住さんもやりましょうよ。いろいろご指導ください。ごめんね。私やっぱりどうしても戦車道したくなくてここまで来たの。わかった。ごめんなさいね、悩ませて。私たちもミオナと一緒にする。そんな、二人は戦車道を選んで。いいよ、だって一緒がいいじゃん。それに私たちが戦車道をやると西住さん、思い出したくないことを思い出してしまうかもしれないでしょ。あ、私は平気だから。これはどういうことだ。なんで選択しないかな。勝手なこと言わないでよ。そうです、やりたくないと言っているのに。んなこと言ってるとあんたたちこの学校にいられなくしちゃうよ。脅すなんて卑怯です。今のうちに謝った方がいいと思うわよ。ね、ね、とにかく戦車道美穂はやりません。二人とも本当は戦車道をやりたいのに、私に合わせてくれて、私をかばってくれて、私のために。あの、私、戦車道やります。なんか聞いてた話と違う。なんで私たち戦車探ししてるのよ。まさか戦車が1両しかないなんて。昔戦車道をやっていたから戦車がどこかにあるはずだって言ってたけど。西住殿。え、私普通2か2年 C 組の秋山ゆかりと言います。私も戦車探しご一緒させていただいてもよろしいでしょうか。うん、もちろんよろしくお願いします。よし、なんとか戦車は確保できたな。4号 A チーム、89式 B チーム、3突 C チーム、M3 D チーム、38T E チーム。では教官、よろしくお願いします。陸上自衛隊一等陸尉の蝶野亜美です。あれ、西住師範のお嬢様じゃありません？師範にはお世話になってるんです。お姉様も元気？あ、はい。あの、西住師範って。西住流っていうのはね、戦車道の流派の中でも最も由緒ある流派なの。教官、本日はどのような練習を行うのでしょうか。そうね、本格戦闘の練習試合早速やってみましょう。え、あの、いきなりですか。大丈夫よ、何事も実戦実戦。戦車なんてバーッと動かしてダーッと操作してドーンと撃てばいいんだから。それじゃあそれぞれのスタート地点に向かってね。